はい、こちらが、岡部あゆみさんコラボ選べる2タイプ、レーススタートです。品番が M の3441 です。まず、選べる2タイプなんですけど、ハイトスカートとマーメイドスカートがあります。私今マーメイドを履いていて、でハイトがこちらタイトスカートで、こちらがマーメイドスカートの2タイプございます。はい、でお色がですね、今回新色が追加されまして、多分前回も即完売だったと思うんですけど、さらに新色が出まして、私が今履いているミントブルー、こちら新色です。で続いてこれベージュですね。こちらがベージュも新色です。見えますでしょうか。はい、で次がこのピンクですね。この鮮やかなピンクも新色です。はい、であと既存のブラックとネイビーもあります。これですね、ブラックとネイビーの5色展開ですね。はい、になってます。でさらに今回からサイズ S サイズが増えました。はい、で前回まで買っていただいた方はフレアとタイトと選べる方だったんですけど、今回サイズも展開がありまして、サイズ展開が S サイズは、前回のサイズ感は M サイズの方 になりまして、そこからさらにちょっと小さく S サイズのサイズも今回できましたので、まあ、小柄な方とか低身長さんとか、前回のちょっと大きいかもしれない、もうちょっとスッキリがいいなって方とかは S サイズおすすめです。はい、ではお値段いきます。じゃじゃん、3490円です。はい、でこちらは発売が1月22日土曜日の18時からになります。はい、今日ではないので、はい、皆さん土曜日までお待ちください。はい、では、ポイントですね。これはソーレースになっているので、もうすごく高見え、綺麗見えするスカートです。で私今、このフレアのタイプなんですけど、フレアはこの辺りは少しそう感じになっていて、この太もも膝上かな、膝上10センチぐらいのところから私はちょっと広がっているので、このふわっとフレアのシルエットになっています。はい、でタイトスカートの方は結構ストーンとタイトなシルエットです。どちらもねすごく上品で可愛くて、で裾のレースの、感じがフレアは全部下塗ってあるんですけど、タイトに関してはこういう感じでレースのこの切っている感じになってるので、そこもまた雰囲気が変わっておしゃれです。すごく可愛いです。で、サイズ展開 S サイズに今回あるんですけど、私は前回のがちょうど良かったので、私は M サイズを今着用しています。 S は、S までちょっと履いてないんですけど、 S 履いてみるとちょっとピタッとしそうな気がするので、 S もまたちょっと後でね履いてみますね。はい、じゃあ、行きましょうかね。ちょっと質問、スカートのウエストゴム前回どうきつくないですか？きつくないです。私今 S サイズでこの伸び伸びなんですよ。この後ろのゴムがかなり柔らかいゴムになっているので、これはすごく伸び伸びで履きやすいです。すごい綺麗にするしね。じゃあちょっと私 S サイズの方をちょっと履いてきてみます。色展開S どうかな、ちょっとピタッとしそうな気がするんですけど、私スニーカー合わせもじゃあちょっと後でしてみます。オフィスだったらタイプの方がいいかな。いやでもね、こちらマーメイドでも結構綺麗なんですけど、まあ、タイプの方がオフィスっぽさは出そうですよね。おお、ピタッとなりました。やっぱり、やっぱ私は M です。先に言っときますけど、逆にピタッと感を参考にしてください。めっちゃピタッてなってるから。
おお、結構ピタッとやな。どうですか？ほら、ここがさっきと同じあのシルエットのフレアタイプなんですけど、これこのここ私の張った骨盤が結構まるっと見える感じになるので、やっぱり綺麗に沿うのはさっきの M サイズの方が私は良かったです。ほら、お尻もやっぱりこうピターってなっちゃうから、ここがラインがめっちゃ出ちゃう感じがします。なんかウエストに関しては全然履けたんですけど、全然苦しくないし、ただやっぱりね、ここの幅はどうしても変わるからピタッとなります。で、こうやってやった時はちょっとこうラインがこう出ちゃうし、で、私は別にあのウエストとかはもしかしたらちょっとね、あのこれ入るので全然あれなんですけど、骨盤は人に比べるとまだウエストに対して結構ある方なので、もともとなので骨盤とかはかなりしっかりあります。入るのは全然入ります。で、あのレース自体にも、なんかこの生地自体にもちょっとなんでしょう、ストレッチ性があるというか、めっちゃ伸び伸びってわけじゃないんですけど、こうやって開いたりとかもできるぐらいなので、歩いたりとかも、なのでなんか窮屈感は全然ないんですけど、やっぱりこうフィットしてるなーって感じがすごいあるので、私は M サイズがいいなと思うので、ちょっと M サイズにすぐ履き替えていきます。参考までに同じカラーでちょっともう一回履きますね。ピンクとかも履くのでお待ちください。あとあれですよね、シルエット違うのも多分見たい見たいって方いらっしゃると思うので、うん、やっぱりこっちかな、なんかこっちの方がしっくりくるな、この辺りがやっぱちょっと余裕が出るので私は M かなと思います。はい、で、じゃあ次ピンクのタイトを履いてみます。はい、とすいませんが私は M サイズを履きます。はい、丈の長さに関してなんですけど、あのこれあんまり変わらないんですよ、実はというと。変わるのは変わるんですけど、商品ページに一応しっかり記載はあるので、そちらの購入前に見ていただきたいんですが、丈感に関しては S と M1 センチぐらいしか変わらないので、で、あとさらにタイトとフレアで長さもちょっと違っているので、それをご確認ください。ピンクに黒だとちょっとパキッとはなりますが、かわいい。タイトの M サイズです。ピンクこんな感じですかね。オフィスっぽい、オフィスっぽいです。はい、で、あのこれこの腰回りが多分気になる人が結構多いんじゃないかなとは思うんですよ。私もその一人なので、方は上にゆったりしたものを着ていただくのがおすすめなんです。ゆったりとしたカーディガンとか、これだったらお尻もちょっと上かかるぐらいは隠れるので、こういう感じでこう隠して着ていただくのも一つかなと思います。はい、
ゆみさんのねリブニットにはもう完璧に合うスカートなので、はい、お待ちの方はぜひ。ネイビーか黒も着てみてほしいです。黒があるのでちょっと履いてきます。フレアの方でもいいですか。フレアの黒履きます。ただ新色もねまだ履いてないのあるので履きますね。ピンクも結構パキッとした感じのピンクなんですごい可愛いのと、あと卒業式行きたいなって方も多いんですけど、めちゃくちゃいいと思います。卒業式あの黒とかネイビーとか、あとベージュもいけそうな気するんですけど、あの卒業式はでもあれですね、落ち着いてるような方がいいから黒かネイビーかな。入学式の時はなんかベージュに白系のこうジャケットとか合わせたりベージュ系で合わせていただいてもすごい良さそう気がします。卒業式はまあ黒とかの方がいいかなと思います。ちょっと違う色もあ、赤ちゃんになんか違うの聞きたいな。赤ちゃん白にベージュコーデどうですか。 M555 がめちゃくちゃ万能やなっていう感じになる。スニーカーコーデってあったんでスニーカー合わせますね。うん、たくちゃんモデルポーズ。ちょっと なんか肩がこうやってなってる感じに見えますね。カジュアル目に着てほしいってあるのでちょっとカジュアル系で。
今だったらこういうコーデかな、スカートに。ベーススカートにこれちょっとニットを合わせて、こんな感じでしょうか。で、スニーカー合わせだってあったので、スニーカーちょっとボリュームあるスニーカーで合わせてるんですけど、全然あのコンバースとかちょっとカジュアル系のもので合わせていただいても可愛いと思います。はい、こんな感じですね。ニット合わせです、ね、靴かわいいですよね。これプーマのベージュのスニーカーです。あ、けいこさん、このニットとも合いますね。ピンク持ってるからやってみます。ぜひぜひ、このニットと相性ぴったりです。このあたりもちょっと程よく隠してくれるのでいいかと思います。骨格ウェーブだとマーメイドの方がいいですかね。私も骨格ウェーブなんですけど、私はマーメイド派ですね。なんかやっぱりあのタイトだとこうストーンとなるので、このあたり気になる方はマーメイドの方が下がふわっとなってる分、やっぱりねゴメくらましができたりとかするので、マーメイドの方がおすすめです、私は。うん、ネイビーのジャケットだと何色のスカートを合いますか。私はネイビーだったら黒かネイビーにするか、色とか OK なんだったら、でも全色合うとは思うんですけど、私はベージュにネイビーとかも好きです。ジャケットがネイビーで下がベージュもすごく好きです。50代でも大丈夫ですか。もちろんもちろんもちろん、ベーススカートはそんなあの年齢関係なく着ていただけると思うので、なんかあのトップスにちょっとこう落ち着いた、まあでもこの感じも良くないですか。これを下、それこそ今スニーカーでカジュアルにしてるんですけど、パンプスにしてもいいのではと思います。で、お腹ポコ気になりますかってあるんですけど、お腹ポコは、まあ、やっぱりこの辺りはタイトなので、少しポコってなっちゃったら分かるので、こうやってしたらね、私も今ちょっとなってますけど、そういう場合は隠すのが一番いいかなと思います。で、さっきは大人ポコだったらこういうヒール合わせとか下ブーツに合わせていただいたりとかしてもいいのではないかと思います。それにニットベスト合わせてみてください。ニットベストは多分ね、これにはあんまり合わなさそうなので、違う着方になりますね、ニットベストを合わせるんだった。今下黒着てるんで全然大丈夫です。黒のリブニットの上にそのまま着ているので。下を真っ黒にしているから、グレーで大人っぽくしても可愛いかも。こんな感じですか。なんかこれも結構大人っぽくなったので、ちょっと綺麗めです。髪がすみません、大人だからおすすめです。はい、足さばきがいいのはマーメイドの方ですか。そうですね、あのこれ膝上からフレアが広がっているので、私は足さばきに関してはマーメイドの方がいいかなと、フレアの方がいいかなと思います。はい、ニットベスト合わせこんな感じでしてみました。もう下を全部真っ黒で合わせているので、あのどっちかというとベストが主役みたいになってるんですけど、こういう合わせ方もいいかなと思います。顔合わせはどの色が
がいいですかって質問結構来てるんですけど、顔合わせか、私やったら落ち着いた色でいくかなと思います。ベージュ、黒、ネイビーのどれかにして、でトップスはどっちかというとなんか白とか華やかな色にするとかにするかな。結構今回、めっちゃこれもね、これですっごい可愛いと思うんですよ。あえて T シャツとかに合わせて夏場履いたりしていただくのもすごい可愛いと思うんですけど、私やったら顔合わせとかになったらやっぱり落ち着いた色でいきたいかな。ネイビー、黒、ベージュかなと思います。もちろんなんかこれにはこれピンクとかも可愛いし、このブルーも可愛いし合うんですけど、なんかちょっとカッチリしたバーとかだったら、結構今回この色がパキッとしているので、もっとなんか柔らかい薄いピンクとかだったらもしかしたらいけるかもしれないんですけど、イーちゃんも持ってるのはどれ？私ねこれ持ってないんです、実はというと。ずっと欲しいなと思いつつ、岡部さんのこのスカートとか、他もですけど、このスカート瞬殺でいつもなくなるので、全然車販とかできなくてすぐなくなっちゃうので持ってないんです。あ、高橋さんが、あ、すごいありがたい、リリママは落ち着いた色味が安全ですよって皆さんぜひ参考に。じゃあいけますか。あ、タイトでもしてほしい、このコーデ黒タイトあったきゃ、あるサイズなんでしょうか。 S があったらちょっと M だ。じゃあちょっとこれタイトバージョンでお待ちください。着替えます。あ、皆さんコメントで顔合わせは万人受けの大人目が、おとなしめがいいのかとってコメントも来てるので、よかったら参考までに。裾のまた雰囲気が変わるので、ちょっとなんていうんですか、ギザギザした感じの裾になるので雰囲気変わりますよね。あとちなみにタイトスカート後ろスリット入ってます。これぐらい私で入っております。私は今 M 着用です。こんな感じですね。なんかまたグッと雰囲気が変わる、こんな感じでしょうか。ちょっと大人っぽさが出ますね。こんな感じです。ギザギザの足もっと気にならないですかってあるんですけど、これはあえてこうなってるので、なんでしょう、このギザギザのここの感じから足の素足がちょっと覗く感じがまたね、すごく雰囲気が出て可愛いなと私は思います。なのでこれがタイトスカートともフレアのタイプとちょっと違いなんですけど、よかったら商品ページも岡部あゆみさんがもうすごく素敵に、やはりもうすごくお似合いなので、よかったらそちらも見てみてください。はい、じゃあこんな感じでいけそうですか。ちょっと一人だったのでしっかりコーデ提案とかめっちゃできたわけじゃないかと思います。じゃあちょっとおさらいをしておしゃべりコーナー行こうと思います。